馬淵モーター社長宅放火殺人事件とは、2002年8月5日に千葉県松戸市在住の馬淵モーター社長の自宅で発生した放火殺人事件です。強盗犯2名に襲われ、金品強奪の上、社長の妻 E さん、長女 Y さんが絞殺され、自宅は放火されてしまいました。2002年といえば、10月にモスクワの劇場がチェチェン共和国の独立派武装勢力によって占拠され、特殊部隊が強行突入した結果、人質となっていた一般人129名が犠牲になるという痛ましい事件が発生した年です。馬淵モーター社長宅を襲った強盗犯は、小田島哲夫、森田克美の2名です。彼らはこの事件以前にも多くの犯罪を重ねていました。そんな極悪人2人が出会った場所は刑務所でした。そこで2人は自然と親しくなり、先輩格の小田島が披露する過去の犯罪自慢話に森田は徐々に惹かれていったのです。小田島が具体的に調べ上げていた馬淵モーター社長宅強盗計画に森田は乗り気になり、出所後2人で実際に行動に移してしまったのです。小田島と森田の生い立ちや犯罪歴、刑務所内でどのように馬淵モーター社長宅強盗計画を練り実行していったのかを振り返っていきたいと思います。この2人が救いようのない犯罪者であることが理解できることでしょう。リーダー格の小田島哲夫は1943年4月17日、北海道北見市で生まれました。家庭は貧しく、父親はすでに死亡し、母と母方の祖父母の下で育てられましたが、小田島が4歳の時に実母から無理心中を迫られるという複雑な家庭環境でした。その後、母の交際相手の家庭や親戚を転々とする生活が続き、小田島は貧しさから盗みが常習化し、1959年10月、ついに少年刑務所行きとなります。少年刑務所出所後も小田島は北海道内をバーテンダーなどをしながら転々とし、寸借詐欺、窃盗、自転車泥棒などの犯罪を重ねていたため、1989年3月までに合計6回の懲役刑を受け、前科は多数という有様でした。小田島がついに大口の強盗犯罪に手を染めたのが練馬3億円事件です。刑務所内で知り合った男と共謀し、練馬の工務店社長宅に押し入り、家族7人を脅迫して3億円の現金を強奪。高飛び先の香港から1990年8月に帰国したところを、成田に張り込んでいた捜査官に取り押さえられ逮捕されました。1991年11月28日の公判で懲役13年の実刑が確定し、1992年2月以降、小田島は宮城刑務所に服役することになりました。そこで森田克美と出会ったのです。森田克美は1950年10月17日、鹿児島県伊佐郡で生まれました。両親は幼い頃に離婚、教員の父親に育てられ、父親が勧める私立高校へ進学しましたが中退し、大阪へ単身引っ越しました。昼は会社勤務、夜は定時制高校へ通うという真面目な生活を続けていました。森田が26歳の時、結婚し息子も生まれましたが、森田はギャンブルにのめり込むようになってしまい、人生の歯車が狂っていきます。妻とは離婚、その後職を転々とするようになり、1986年、窃盗で懲役1年4ヶ月の実刑を受けました。出所後の1988年、森田は売春組織に属していたタイ人女性と愛人関係となり、彼女を売春組織から解放させるために、元締めのタイ人女性に60万円で彼女を自由にしてくれと交渉したが決裂、言い争いとなり、カッとなった森田は相手の女性を絞殺してしまい、懲役12年の実刑を受け、宮城刑務所に服役しました。宮城刑務所で出会った小田島と森田は馬があったのか親しくなり、お互いの犯罪歴と出所後に企てる強盗計画まで練るようになったのです。罪を償うべき刑務所が新たな犯罪者の温床となっていることは、刑務所の根本的な欠陥であり、皮肉なことです。金がありそうなワンマン経営の社長の自宅を狙おうと、小田島が馬淵モーター社長宅に目をつけ、2人は刑務所で綿密に計画を練っていきました。馬淵モーター株式会社は小型直流モーターの世界ナンバーワンブランドとして圧倒的視野を誇る会社です。社長は日本有数の資産家として知られていました。2002年5月、小田島が仮釈放により宮城刑務所を出所。2年前に仮釈放で世間に戻っていた森田と東京都内で合流します。2人は実行の意思が変わっていないことを確認し、犯行後の逃走ルートとして東南アジアを想定し、不老者の個人情報を入手し、偽造パスポートまで準備していました。狙いの馬淵モーター社長宅のある千葉県松戸市常盤平周辺の地理や社長宅の周辺を念入りに下見し、家人が女性だけの時を狙って
襲うことにしたのです。2002年8月5日午後3時頃、小田島と森田は宅配業者を偽造し社長宅を訪れました。応対したのは社長の長女 Y さんでした。小田島と森田は邸宅内へ押し入り、中にいた社長の妻 E さんも刃物で脅し、 E さん、Y さんの手足をネクタイのようなもので縛り上げ、目や口を布粘着テープを貼り付け、二人の自由を奪いました。小田島と森田は室内を物色し、現金数十万円と歯科数十万円から数百万円の高級腕時計、ダイヤモンドなど時価966万円相当の貴金属などを奪いました。そして小田島は Y さんを絞殺し、森田は E さんを絞殺しました。 Y さんは殺される直前、涙を浮かべて、なんでこんなひどいことをするのと訴えたそうです。 Y さんと E さんを絞殺後、小田島と森田は持参した混合ガソリンを1階の居間と2階の寝室に巻き、火を放ちました。邸宅は約83平米をこの火事で焼失したのです。小田島と森田は松戸駅付近に停めていた車で逃走し、8月20日両名はフィリピンへ高飛びしました。帰宅した馬淵モーター社長は、あまりにも悲惨な犯行現場の光景に言葉を失いました。まるで地獄絵図だったと後に振り返っています。事件当日、社長は間近に迫った妻の誕生日のためにケーキを予約して帰宅したところでした。祝う相手がいなくなったケーキは Y さんと E さんの告別式で霊前に備えられました。警察の捜査は放火強盗殺人に絞って進められましたが、証拠が少なく、なかなか犯人を特定することができませんでした。一方、小田島と森田は強奪した現金や逃亡先のフィリピンで生活費やギャンブル、女に入れ上げてほぼ使い果たし、日本に戻っていました。目的はさらなる強盗のターゲットを探すためです。次のターゲットを目黒区の歯科医師宅に定め、2002年9月24日小田島と森田は犯行に及びます。歯科医師の C さんを殺害、現金35万円と3万円相当のカレッジリングを奪いました。さらに金が足りなくなると空き巣を繰り返すという始末です。小口の空き巣では満足できなくなった2人は再び強盗を企みます。ターゲットは我孫子市の金券ショップでした。金券ショップなら現金を置いているはずと踏んだからです。2002年11月21日金券ショップ経営者のマンションへ刑事を装って訪問、対応したイーコさんを殴ってナイフを突きつけて現金数百万円を強奪し、イーコさんを絞殺したのです。馬淵モーター社長宅放火殺人事件の捜査は難航し、2年が経過した2004年1月のことです。社長が犯人特定につながる有力情報の提供を求める計画を発案し、提供者には1000万円の謝礼が贈られると被害者遺族としての社長から発表されました。謝礼金の効果は絶大で、次々と有力情報が寄せられました。中にはかつて宮城刑務所で小田島らと一緒に服役していた元服役囚からの情報も含まれていました。別件の窃盗容疑で逮捕されていた小田島哲夫と森田克美が馬淵モーター社長宅放火殺人事件の容疑者として浮上することは時間の問題でした。当初小田島は犯行を否定していましたが、森田が自供したため小田島も観念して全ての強盗殺人の犯行を自供しました。2006年10月と12月に森田克美、小田島哲夫の論告求刑公判が開かれ、千葉地裁は2人に求刑通りの死刑を言い渡しました。その後2人は控訴しましたが、2008年1月1日小田島は控訴を取り下げ、死刑が確定しました。しかし小田島の死刑は9年以上も執行されず、小田島は2017年9月16日食道がんのため病死しました。一方、森田克美は2011年に上告棄却され、死刑が確定しましたが、まだ執行はされておらず、東京拘置所に拘留中です。放火殺人の現場となった馬淵モーター社長宅跡地は更地にされ、社長より防犯防災に役立ててほしいという思いで松戸市に寄贈されたそうです。現在は市の管理する建物が建てられましたが、そばには犠牲となった妻 E さんと長女 Y さんを偲ぶ記念碑と花壇が設けられました。お二人のご冥福を心よりお祈りいたします。